どうも、ケイスケです。めちゃめちゃ秋晴れですね。僕んちね、秋とか冬のシーズンになるとめちゃめちゃ日が入ってきて気分が良くなります。日中はめっちゃ暖かいっていうのがいいですね。でちょっと今日は MacBook の話、2021年ね僕も買いましたけども、 M1 Pro MacBook Pro M1 Max MacBook Pro、 どっちもか、出まして、僕もね購入しました。14インチの MacBook Pro、まあ、もちろん去年の M1 の MacBook Air とかも購入しているんですけども、で結構ねもうラインナップとして出揃ってこの M1 っていうのもかなり浸透してきたんですね。去年までだとM1 MacBook だとね、全然動かないプラグインあったりとか、音楽系のも全然動かないよみたいなのがあったりしたんですけども、今は結構対応してるものが増えてきて、なんならほぼ対応してきてかなり使いやすくなってるんじゃないかなと思います。で今回はそんなラインナップが揃ってきた MacBook、 今どれを選べばいいんじゃと迷いません？そんな人のために僕なりにねいろいろ使ってみて、あこれはこういう人におすすめだなと、こういう用途の人は多分この MacBook 買ったらいいよというのを今回はご紹介していきたいと思います。早速いってみましょう。はい、でまずそもそもね、僕の持ってるこのね MacBook で、MacBook の最近入った M1 チップってなんじゃという話、まあ、軽く説明しておくとですね、今までは MacBook、まあ、Apple の製品って全部インテルっていう会社が作ったチップを中心に作られてたんですね。 CPU ってものなんですけども、要はそのパソコンの脳みそみたいな部分とか、あとは何だろうな、パソコンのグラフィックの脳みそみたいなのが、まあ、他のねメーカーのパーツを寄せ集めて作っていたと、まあ、普通パソコンってそうなんですよね。なんですけども今回の M1、この去年出た M1 チップからは全部 Apple が自社で作ったものになったんですね。で例えばどういうことかっていうと、まあ、難しいんですけども、自作 PC ってあるじゃないですか。 Windows のまあでっかい PC とかってパーツをねもう一つ一つ別のメーカーから買ってきて寄せ集めて作るんですよ。でも一個一個めっちゃ強いのだから、例えば野球選手で言うとアメリカのこいつ引っ張ってきて、韓国のこの一番強いやつ引っ張ってきて、日本のこの一番強いやつ引っ張ってきてオールスターにしましたみたいなのが作れるのは、自作 PC とか今までのねインテル製のチップとか使ってた魅力だと思うんですね。に対して今回の M1 チップっていうのはもうちっちゃい頃から地元からずっと一緒みたいな、一人一人が全員スーパースターなわけじゃないんですけども、そのスーパースターの寄せ集めよりもめちゃめちゃ連携が強くて結果的にハイパワー出せるよみたいな形のねものになっています。なんで実際使ってると、本来例えばこの中のストレージ、 SSD とか HDD とかそういうものあると思うんですけども、そことのデータのやり取りとかがめちゃくちゃ早いんですよね。まあ、なんていうの、野球で例えるとさ、セカンドみたいな感じで送球するのにもう意思疎通図るのね難しいけど、剛速球投げるみたいなのが今までのパソコンで、これに関してはそんな剛速球じゃないけどもう連携が図れてるからすぐに投げれるみたいな、そんな感じです。わかる？これ伝わんないかなまあそんな感じで M1 MacBook っていうのは全部ね Apple で作られてることによって連携がめちゃめちゃ強くなって、結果コンパクトでもハイパフォーマンスを出せるよっていうのが今回のね強みになっています。で僕もね実際使ってみて、このね今までの16インチの MacBook Pro、 これはインテルの、CPU の一番強いやつ進んでますけども、やっぱりこういうのよりも M1 チップの方がいろいろサクサクな部分が多くて、正直今おすすめするのは M1 チップの方がおすすめかなと思っています。でじゃあその中でどれを選べばいいんだというところですよね。で僕が選ぶおすすめの3機種で言うと、まず M1 MacBook Air、 去年のモデルですね、 M1 の MacBook Air の一番低いスペックのモデルが一つで、次僕の今現役で使ってるですね14インチの MacBook Pro のこれもですね一番低いスペックっていうのが2つ目で、最後もう一個今持ってないんですけども、16インチの M1 Max MacBook Pro の一番ハイスペックのモデルで、この3つが僕今買うんだったらおすすめかなと思います。でどういう人にどのパソコンがおすすめかっていうと、正直こうたくさんいらっしゃる中で8割9割の人はもうねこの M1 MacBook Air の一番低いスペックのモデルで十分だと僕は思います。まあ、写真編集も普通にします、動画編集もまあそこそこ 4K のそこそこのデータぐらいまでやります、あとは表計算ソフトとかいろんなソフトいじります、だったらもう M1 MacBook Air で十分です。
でそっからじゃあアニメーションやりますとか CG やりますとかそういう風になってきたらさすがに16インチのハイスペック一番ハイスペックなパソコン使った方がいい。で僕みたいにもう中途半端なんだけども要はある程度利便性も欲しいよね。要は持ち運びたいし、充電とかも楽にしたいな、なんだけど重たい 4K のデータとかで動画編集もしたいよっていう人はこのね14インチの MacBook Pro がおすすめです。でそれぞれちょっとね特徴を説明していきます。でまず M1MacBook Air ですね。こちらで僕の持ってるのは一番スペックの高いものなんですけども、正直一番スペックの低いもので僕はいいと思っています。言うと8コア CPU、7コア GPU かな、でメモリが 8GB とかでもいいと思っていて、それでも写真編集普通にできます。で動画編集とかも 4K とかだったら全然できます。僕の持ってる α7 III とかの動画 4K とかも編集できます。もちろん動画編集写真編集がそこまでできたらその他の例えば Excel とかね、そういうものでもたつくこともほぼないので、正直普段使っている分にはこっちのね M1MacBook Air でほぼ十分です。でさらにこのね M1MacBook Air 何がいいかっていうと、まあ安いのよ。その一番低いモデルだと多分10万円ぴったりぐらいかなくらいの値段なんですよね。でかつ軽い 1.3 キロぐらいなんでかなり軽いで、こうやってコンパクトですよね。充電も 30W でいけるんですよ。なのでモバイルバッテリーでも充電できると。でこの M1MacBook Air だったら、まあ、普通に写真編集例えば α7 III とかの2400万画素の写真編集だったらサクサクできます。ただ高画素の α1 とか α7R3 とか、そういうねちょっと画素が大きいカメラの写真編集をするってなった時にちょっとこれだとね物足りないというか若干もっさりする時があるんで、まあ、そういう方はあのね次の14インチの MacBook Pro に行ってみてください。まあ、ただしここね、はい、ポート、このポートっていうのが USB-C のポート2つしかないんですよね。で逆サイドにはイヤホンジャックという感じの構造になっていて、もっともっと拡張させたいよとか SSD もつないでディスプレイもつないでってやりたいよっていう人にとってはちょっとね物足りないかなと思うんですけども、ただまあ多くの人にとってはもう正直これでいいと思うと、まあ、めちゃくちゃおすすめのパソコンなんじゃないかなと思います。で次おすすめなのが僕の今現役で使ってる14インチの MacBook Pro ですね。で正直 MacBook Air から比べると、まあ、若干重たくもなっているし、あとは値段も結構高くなってるんですよね。確か僕の買ったモデル、まあ一番低いスペックでストレージだけ持ったのかなにしても、30万ちょっと超えるぐらいになってたかなと思います。なんで正直値段としてはちょっと高いんですよね。なんですけどなんでこれを僕が使ってるかっていうと、まず14インチっていうことなんで、こっちの13インチの MacBook Air よりも、スペースが広いんですよね、ワークスペースが。なので動画編集がしやすいっていうのが一つ、あとは、横の部分サイドのポートが全然違って、左側に USB Type-C が2つ、イヤホンジャック、あとマグセーフがついてて、逆側には HDMI、USB-C で SD カードリーダーという風についています。で僕の場合は結構ね動画編集本格的にやってて 4K の動画も 10bit とか使うんですね。正直 10bit の 30p とか 24p ぐらいだったらこっちの MacBook Air でも Final Cut とかあとダヴィンチリゾルブとかでも全然使えるんですけども、プレミアはちょっと分かんないけど、まあ、使えるんですけども、やっぱりこうさっきも言った通りディスプレイにつないで電源にもつないで SSD にもつないでとかそういう風にするとポートがどうしてもこっちのね MacBook Air じゃ足りなくて、僕はねこの14インチ使っています。でなんで低いスペックにしたかっていうと、もちろん値段のこともあるんですけども、充電ですね、これね確か 67W の充電器でいいんですよ。で僕の持ってる充電器がこれね 67W 若干足りないんですけども、 65W の出るねこういうちっちゃい充電器が使えて、これ以上スペックを上げちゃうと14インチのハイスペックのモデルとか16インチのハイスペックのモデルにしちゃうと、このね充電器が結構大きくなっちゃって持ち運びが億劫になっちゃうんですよね。なので僕はこのね最小構成の14インチを買ったという感じになります。で写真編集の面で言うと、この14インチの MacBook Pro だったら α1 の写真とか、あとはまあ本当に高画素機の写真も全然サクサク編集ができちゃうんで、動画編集しないよ写真編集だけするよっていう人はまあ16インチ買わずにこのね14インチぐらいで十分じゃないかなと思います。で最後 M1MAX の16インチ MacBook Pro ですね、これの一回り大きいモデルです。もうそれに関してはもう完全に業務で使う人というか、あのアニメーション CG 使う人とかの方がおすすめかなと思います。で実際動画編集に関して変わるかっていうと、正直この14インチの MacBook Pro で、あの僕の場合はもうこういうね今みたいな動画ってもうサクサクなんですよ。書き出し時間がこれだとね 6-7 分かかっちゃうのが、まあ16インチの M1MAX の MacBook Pro だと、ま
一番スペックの高いものだと、半分ぐらいのスピードで書き出せるのかなとは思うんですけども、まあ、6、7分末ぐらいね、全然僕はいいかなと思っちゃうので、正直僕の気持ちのおすすめとしては、16インチ買う人は、もっとワークスペースね、まあ、作業環境が広い方がいいよとか、あとは、まあ、3DCG ですね、アニメーション使いますよっていう人とか、あとはまあ動画も、4K のスローモーションで10ビットばっか使えますとか、そういう方は16インチね、MacBook Pro M1 Max の一番スペックの高いのをおすすめします。ケイスケの動画。はい、という感じで MacBook のおすすめをご紹介してきました。いかがでしょうか？ね、初めの方にも言ったんですけども、8割の人はこのね、M1 MacBook Air でこと足りると思います。まあ、僕みたいに、要は動画編集、写真編集よくやるよと、いう人がステップアップとして14インチの MacBook Pro だったり16インチの MacBook Pro M1 Max のものだったりっていうのがまあいいかなとは思いますが、まあ、スペックだけで言うとかなり M1 っていう時点で十分かなとは思いますんで、ぜひ参考にしてください。でもちろん今回の僕の言った意見っていうのはあくまで参考にしていただいて、やっぱりこれはね、もう何回も言ってるんですけども、フィーリングっていうのが大事なんで、あ、これ見た目かっこいいなとか、あ、これ持っててすごい苦にならないなとか、そういう部分 Apple とか特に実物見に行けるんで、見に行っていただいてこれがいいなと思ったものを買っていただくのがベストなんじゃないかなと思います。ということで、今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あるチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。今日はですね、なんとこうフォトグラファーの人たちと写真を撮りに行こうと思いまして、はい、で華厳の滝にやってまいりました。動画慣れてないんだよね全然ピント合わないっす